東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？柏レイソルは敵地でサガン鳥栖と対戦し1の1で引き分けた。開幕3戦で監督交代を行うも、ここまで公式戦勝利のない柏。月が変わった4月初戦でも勝利を挙げることができなかった。試合を動かしたのは鳥栖だった。前半30分、ミッドフィルダー鎌田大地がドリブルで持ち込んで前線にパス。これがミッドフィルダー大谷カズヒデに当たってスルーパスのようになると、走り込んだフォワード豊田洋平が左足で流し込んで先制点を奪った。豊田は開幕戦以来となる4試合ぶり今季2ゴール目。また勝てないのか。柏に重い空気が漂うが、終盤に大きな流れがやってくる。後半36分、柏は右サイドからディフェンダー伊藤純也がクロスを上げると、途中出場のミッドフィルダーエデルソンが相手と競り合いながらボールを落とす。これに詰めたフォワード大津勇気がゴールに蹴り込み、試合を振り出しに戻す。さらに柏は後半42分、エリア内でフォワード竹富康介がミッドフィルダーアンソングに倒されて PK を獲得。しかしエデルソンの蹴った PK は GK 林明宏に完璧に読み切られてしまう。最終盤には両チームのカウンターの応酬となるが、互いに勝ち越しゴールを決めることができず、勝ち点1ずつを分け合った。